長崎の文化や芸術、スポーツなど幅広い分野で活躍した個人や団体を表彰する長崎松下財団アワードの表彰式が開かれました。公益財団法人長崎松下財団は地域活性化を目的に去年10月に設立されました。設立後初めての表彰となる今回、松下剛代表理事の出身地五島列島と杉田良樹理事の出身地大村市の市民や出身者などから地域の文化、芸術、スポーツ振興に貢献した10組が表彰を受けました。受賞者は表彰状とトロフィー、副賞の賞金10万円を受け取りました。島はいろいろ課題が多いので医療福祉であったり子どもたちの教育のことであったりいつまでも島で暮らせるような、支えになるようなことを頑張っていきたいなと思ってます。毎年毎年ですね、喜んでいただけるように努力していきたいなというふうに思います。財団は来年受賞者の対象を県内全域に拡大してさらなる地域活性化に貢献していきたいとしています。